令和新選組ってどんな生徒？見えるかチャンネル。政治を見えるか、どう見えるかのベベロンです。現在国政政党の一つでもある令和新選組ですが、まだ設立2年目ということもあり、どんな政党なのだろうと疑問に思っておられる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は令和新選組について詳しく解説していきたいと思います。それでは行ってみよう。まずは歴史についてです。令和新選組は2019年7月1日元号令和が発表されたその日に設立されました。設立初日から全国各地での街頭演説やインターネット上で募った寄付では、なんと2ヶ月で 1.6 億円を超える金額を集め、全国的に話題を呼びました。この異例ともいえる金額が集まった背景には、令和新選組の代表である山本太郎議員が掲げている政策にあります。それが消費税廃止と財政支出を増やす反緊縮です。2019年の10月に消費税を 10% に引き上げるという公約を掲げていた与党自民党に対し、野党内では夏の参議院選挙に向け消費税を争点化するという動きがありました。その中でも山本太郎氏は令和新選組の代表として、経済格差是正のために反緊縮や消費税廃止といった政策を前面に掲げていました。そういった主張が2014年に 8% に引き上げられた消費税、基準が難しい軽減税率の導入、この2つに対して反対意見を持った国民の支持を集め、令和新選組の大きな支持へとつながりました。その後、同年7月に迎えた参議院選挙では令和新選組から10名の候補が立候補し、見事2人が当選。参議院議員内の令和新選組の議席数が2となり、その他要件も満たしたため晴れて国政政党となりました。さらに参議院選の告示1週間後には寄付金が3億円を超え、街頭演説などの活動もより盛んなものとなりました。皆さんも SNS で令和新選組の支持者が集まっている動画を見た方も多いのではないでしょうか。この参議院選での令和新選組の活動は令和一騎という映画になり、同年10月に行われた東京国際映画祭でも出展されました。翌年2020年には東京都知事選に代表である山本太郎氏が出馬しましたが落選。同年10月に行われた大阪都構想における2回目の住民投票では、大阪市内で街頭演説などを行い都構想への反対を訴えかけました。そして今年2021年に行われる衆議院選挙では、代表の山本太郎氏が出馬の意向を示しており、これからの動向が注目されています。次に令和新選組の理念や基本政策について見ていきましょう。令和新選組の決意規約の中にある私たちの使命という項目では、20年のデフレで困窮する人々、ロスジェネを含む人々の生活を根底から底上げ、中卒、高卒、非正規や無職、障害者や難病を抱えていても将来に不安を抱えることなく暮らせる社会を実現するということが使命の一つとして記されています。そしてこの使命に基づいた基本政策としては、消費税廃止、奨学金特例令、辺野古新基地建設中止、原発即時禁止などを掲げております。特に消費税廃止は2019年の創立当初から令和新選組の大きな主張となっています。その他にも全国一律最低賃金1500円といった財政支出を増やす反緊縮政策が主な政策として掲げられています。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は2019年に設立された新しい国政政党令和新選組について取り上げさせていただきました。今年衆院選が予定されていますが、そちらでも出馬が取り沙汰されている令和新選組、これからの動向に注目です。本日の動画は以上であります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、新しい動画はこちらです。次の動画もぜひ見てね。